待って、これ。嘘でしょ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 、ええええええうわぁ危ねえ。ええマジか、ああ。うわぁ危ねえおー、いや、これ、ワンチャンあるぞ、これ。え、振りしすぎね。無理。これはもう、これはもう、もういいっす。もう俺に一緒。うん、これはもう、もう。もういいや、もう、本当に意味わかんない。もう、これはもう、マジで意味わかんない。うん。もう終わってるわ。これは、まだでしょ、普通に。ああ。完全にマークもつけてなかったもんな、そうな。呆然としたもんな。何が起きた今。なんで誰もついてなかった今。あーらららなんかもう、わけわかんねえわ。説明してほしいわ、どういうことが起きてんのか。いや、こんなことあんのこれ。これは。よし。終わりっす。こんなことあんのこれ。あー、マクトミネに当たったのか。うん。はー。伝説や。これはやばい。これはやばいわ。うっせやろ。嘘だろ、これ。もう理解できないもん。うん、理解できない、俺も。これは。やっばいぜ、これは。やっばいわ。あ、終わったわ。よし。なんなん、これ。なんで終わんねえの？なんで、守りき、引き分けにすらできないからね。さっきまで3、2だったぜ。そうよ。マジで。なんで今3、4になってんだ。引き分けでも終われないから。はぁ。これは、ルデさん320円スーパーじゃございます。うん。今週何度泣けばいいんですか、うん、やばすぎる、これは。これはやばすぎるわ。マジでいい加減にしろよ、ほんとに。はぁ、もうミッドウィークの試合なんで単独はないっすね。節まとめのみで、あれですけど。90プラス11?1 分だったの、あの間。そんぐらいか。ちょっとすごいもん見た気がするわ、マジで。明太子さん300円スーパーチャです。たまんねえよと。KYK さん800円スーパーチャです。ありがとうございます。俺は最後まで信じたぞと。ベルチェルさん300円スーパーチャです。ガチで選べたけど見続けてよかったと。いや、ちょっとね、なんか俺ずっと言ってるじゃないですか。スパーズ対レスターがやばすぎたって話。はいはい。超えたね、これ。いや、確かにね、うん、俺多分ね、うん、AT の中で、一番やばい AT かもしんない、俺これ。ちょっと何なんだろう、もう。もうなんでこんなことばっかやったら。すごいな、これ。やばいわ、俺多分、うん、こんな AT の逆転劇、初めて見たわ。いやー、ああ、これは。引き分けにすらもうできないから。ああ。すっげえよ、マジで。やべえな、これ。なんかその面白いとかさ、うん、そういうのじゃなくて、ただただ、もう呆然だよね。わっつって感じの。うん。あれやもんな。何してんだ、うん、マジで。いや、笑いの量だったら全然プレントコンせんのか、まだあれだったけど。そんなのすらてん。それ超えてきたからな。うん。うん。そこでピークかと思ったら、そう。まだあったからね。もう理解できない速度で入れられてるからな。理解できなかった。ユナイテッドの選手も理解できなかったもんね、これね。一瞬だもんな、パルマいたもんな。なんで？いやイーロンモスター300円すればちょっと。ありがとうございます。パーマやばすぎるマドリーやん。いや、これ一人マドリーだな。うん。おいおいおい。ケンさん320円となります。あの時間帯で誰も行かないチームはないよ。何回同じことやれば気がするのか。マジで天白解任してほしい。いや、完全にあそこもう、あっけ取られてたもんな。いやー、ちょっと一瞬目切ってたもんな。うん。こっちを見たら綺麗な子さん320円となります。あれこの試合見て今から仕事行くのはきつすぎるので慰めてください。ダルトは責められない。今日、仕事終わり、自分にご褒美買ってあげてください。
マジで、もうこれは、お前もうだ。こっから編集しないといけない。こっから編集なんだよな。クソだ、マジで。これはクソだな、マジな。これはでも。ハデンチャリさん、302点すべてでございます。パルマスワスカ2000連続強化点中。いやー、すごい。まあ、マジで、パルマお願いしますね。いや、本当に、そっか、前回もあれか、勝てなかったよ、10か。今度は、そうだ、2点じゃ足りねえと。俺が3点取れば勝てるんだろうと。きつすぎだろ、ハードル。ちょっとね。高えって。パルマハッ、ハットか。そうだね。うーん。あの、辛いと思いますが、試合単体だけなら先日の FA カップでコップも同じ気持ちになってますよ。確かにだもん。まあ確かにな。こんな多いな、マジで。これか。これだ。これだったのか。これだ。向こうが食らったのは。しかもユナイテッド次、リバプールだ。そんな。いやいや。もう勘弁してくれよ。これはちょっとびっくりだな。PK 日本のところもな。まあちょっと、いろいろ曰くつきでありそうな、語られそうだこの一戦は。うわあ。はあ。トリンコの320ですみたいな。あら、今季マジで神ゲーム多くないですか。なんかよう、そんな感じすんね。いやなんかね、いろんな起きてるわ。アーロン・ツービサカさん320ですみたいな。あら、おはよう。おはようございます。おはようございます。イスラマネさん320ですみたいな。プレミアリーグおもれーと。ちょっとおもろすぎるわな、これはな、あまりにもな。スーさん320ですみたいな。リアプール勝利で父の敗北はマジで一週間のリズム狂わすよね、伊藤ちゃんと。そうですね。なんつった？リアプール勝利でシティの敗北がマジで一週間のリズムを狂わすようだね。伊藤ちゃん。はい。はい。はい、はい、はい。サラサラクの320円スーパーチャットでございます。劇的敗北4対3。こちらからようこそ、いい試合でした。おじいさん、でござい、200円スーパーチャットでございます。ほんと弱すぎ、意味わかんねえ。平日早朝から何見させられてんの、語彙をちょっとでも信じて俺がバカだったわと。いや。マジ何見せられたんだろうっていう。ね。なんか全てが信じられなくなるよな。もう何もかもがな。これさ。アントニーの頑張りは何だったのかってところと。どうしたら守れん？こんな正直記憶ねえかもな、マジで。うん。初めて見たかもしんねえわ。あそこ守りきれねえチームいんの？ PK はまだしもよ。確かにね、終わった、確かに理解できねえもんな、これ。これはちょっとあれだな。いやー、まあ、ちょっとびっくりだ。この辺も深いから、もうちょっとダメかもしれんな、ほんと。遠隔さん320です。ありがとうございます。ゴーデンがハッツリクならパワーもハッツリクついてくぜ、と。まあ、PK2 本とはいえね。ゴーデンはフリーキックのミドルだったが。まあ、PK 決めれるのも立派な才能ですからね。リリカさん320円する。ありがとうございます。シティユースが2人もハッツリク、シティでこのパルマを見たかったと。いいなぁ。とんでもねえことになってんな、マジで。そうね。うん。ヒントさん800円スーパーチャーありがとうございます。早起きして見てんコメントがもうゴミすぎて本当に大切な時期になんて勝てないのか、もう朝一から暴れて部屋ぐちゃぐちゃだし、もう家追い出せるかも。もうこんな試合マジで見たくない。本当にお願い。もう今日は無理と。もうかける言葉見当たらねえわ。いや、暴れていいっすよ、もう。これはな。ドラゴンハリさん500円スーパーチャーありがとうございます。お疲れ様でした。正直もうすぐもの見せられました。マリにとってスタンフォードは魔境なんでしょうか。そういうわけじゃないけどね。むしろ。しばらく勝ってなかったもんな、チェルシーも。自分たちに呪いがかかってるな、本当に。そうな。そうなんだよな、もう。ヘクソマジな320円。鬼滅の刃の無限列車編の終わりと同じ感情。俺見てねえからわかんねえな。漫画しか読んでねえんだ。映画っすか。映画。菅下320円すればじゃあ、ございます。チェルシー消化試合少ないからワンチャン次あたり7位まで上がれるのデカすぎ。それなんだよな。そっか、まだ30。まだ29。29かな。少ねえな。29か30か。あと1試合、2試合ぐらいなんだよな。6割で320進めます。もういっそロスタイム1点差で攻めればいいんじゃないか。このチームに1点差を守りきる打つはない。逆にね。追いつくときやな。点取れば勝てるっていう条件では強いんだけど、なんか、点取られるとあれっていう条
弱すぎるんだよな。こんなことあるかい。ちょっともう弱すぎるな。サタヨタサタさん160円でございます。ありがとうございます。牛乳ハックさん320円でございます。交代にベンチに引き上げる誇らしげな体をちょびってほっとして寝落ちして起きたらやばいことになってた。うん、そりゃそうよな。ガチャそこ座ってる姿を見たらな。そりゃな、勝ったと思うよな。な。安倍さん200円スーパーチャーでございます。ユナイテッド来年 EL も ECL も行かずにプレミアだけで1000年でもいいレベルや。こんなんでヨーロッパ行けん。確かにな。うん。まあもう絶望やね。トグさん200円スーパーチャーです。次戦は今日シュート29分のリバプールが3対4のリベッジをしに劇場に乗り込みます。うん、移動手法減ってるかもしれません感じになりましたね。ありがとうございます。チーシャーまだハムとかビラとかスパーズの試合残ってるから、もしかしてエリケンあるか。エリアプラもう対戦終わっててよかった。まあゼロじゃない。いや、まあさすがにまあゼロじゃないかもしれないけれどもな。まだわからん。まだわかんない。うん。人類の半分を中心に届けたところから見てやすみます。勝ったけど失点の仕方が良くないので心から喜べません。いや、喜んでいいんじゃないですか。今喜ばないのアホやろ。まあでもこの瞬間は一旦次の日だったら冷静になってもいいかもしれない。今は喜んでいいやろ。モンさんさん800円すればありがとうございます。これがサッカー。リアポカって選手上がってこの試合途中で見てテンションバグった。うん、これはサッカーですね。まあこれで長期しか。アキラさん200円すればありがとうございます。帝王試合でありえない負け方、監督交代を繰り返すだけでどうにかなる問題じゃないか。いやブーフォーエバさんに200円すればいいと思います。チェルシーは正直もう FA 以外期待しなかったけど、もうパウロは見るだけでおついくる良き。リエルなんか、ブルーノみたいな補強かもしれないね、ユナイテッドだよね。パルマのね。気がするわ。そしてパルマは PK で8ゴールって1シーズンの最多記録になりそうじゃないこれ。1シーズン最多っていくつなんだ。ジョルジとか7とか決めてたでしょ、わかんないけど。10ぐらいはあんのかな。10ぐらいいきそうだな、パーマーでな。紹介席は250円するばちゃんでございます。正直最後まで見てて一番しんどかった。うん。そう思うわ。これは。俺、ユナサポだったら死んでるわ、俺、これ。うん。マジで。ここから負けられるってな。うん。だってね。ということで、お疲れ様でした。お疲れ様でした。まあ、朝早いんでね、一旦ここら辺でね。はい。切りますかね。あー。コメ欄がね、ちょっと、あれできたんで、逃げよう逃げよう、よし